はい、それでは 12AU7 シングル DC アンプの制作第6回目スタートしたいと思います。今回はですね、おまけの段ですと。本来これはやらなくてもいい打足的なところもあるんですけれども、ちょっと試してみました。何を試してみましたかと言いますと、12AU7 とですね、ピンの配置、足の配置が全く同じで、これも主には電圧増幅に使われる真空管なんですけれども、 12BH7 というものがあります。これもこのエレクトロハーモニクスで売ってあるということで、現行管なんですね。今も手に入ります。ただ、徐々に手に入る量が少なくなっているようには感じます。まだまだですね、 12AU7 の方がいろいろなメーカーさんも作っていますし、流通量もたっぷりあるというふうな状況かと思いますが、今の段階ではこの 12BH7 も手に入りますので、これに差し替えるという実験をやっていました。本当に差し替えるだけです。 12AU7 を抜いて、12BH7 をぶっと刺すということになりますと、そうするとですね、いろいろな各所の電圧を測ってみますと、どうやらこういう感じで、落ち着きましたと。なんでこういうことになるかと言いますと、この前段電圧増幅部も、それから電力増幅部も、仮想度の下にですね、抵抗をぶら下げてバイアス電圧を作る方式をとっていますと。でこうしますとですね、例えばこのバイアスがですね、今マイナス 11.1 というところで落ち着いたんですけれども、これより浅すぎてたくさんプレート電流が流れると、このその電流がですね、この抵抗を通るときに、より高い電圧を作ります。そうするとだんだんバイアス値が深くなって、プレートの電流を抑える方向に働く。今度、このプレート電流が減りすぎますと、今度はここの仮想度の下にぶら下がっている抵抗で作り出すことができる電圧が小さくなるということは、バイアスが浅くなる方向になりますので、プレート電流が増える方向に働くと。こういうふうなことをですね、繰り返しながら、短い時間で繰り返しながら、このバイアス値とですね、プレート電流の値がちょうどいいところにこうストンと落ち着いてくれるというのが、この仮想度の下に抵抗をぶら下げて、バイアス電圧を作るやり方の大きなメリットになります。ですので、12AU7 を抜いてですね、そのまま 12BH7 を刺したんですけれども、どうやらこうやらですね、中でうまいことやって、ご覧いただいているような各所の電圧に落ち着いたというふうに理解することができるんじゃないかなと思います。これをもう少し詳しく見ていきますと、ロードラインをですね、後付けで引いてみますと、負荷抵抗は7キロオームの負荷で、この落ち着いたところでですね、無信号時、プレート電圧262V で、プレート電流が 10.1mA ということは、交流的なですね、仮想電源電圧が 332.7V で、ご覧いただいているようなロードラインが引けますと。でここの中で、バイアスの中点を決めまして、それはですね、マイナス 11V ぐらいに決めまして、プラスマイナス 11V、グリッドを振ってやるとですね、実は 0.74W 出力が取れる。当初のですね、 12AU7 ですと 0.3W ちょっとぐらいしか取れなかったんですけれども、この真空管に差し替えることによって、より、パワフルなサウンドが得られるという効果になる、なります。そしてですね、電圧増幅部も、なんかかんかんうまいことやっていただいて、バイアス電圧が 2.1V、プレート電流が 2.6V のところで、どうやら落ち着いたと。その様子をロードラインとして確認してみると、仮に入力信号がプラスマイナス 1V
で、振幅したときに、しっかり出力はプラスマイナス、ごめんなさい、ピークトゥーピークで32ボルトぐらい振幅するということで、まあ、あの高段をドライブすることもできるんじゃないかなというふうな形になりましたと。何か抵抗を変えたりしたわけではないんですけれども、本当にただ、差し替えただけでこのようになりました。で、音をもちろん聞いてみました。こちらの真空管にするとですね、なんでしょうね、レンジがワイドレンジになりますね。低音とかが非常にこう豊かに聞こえます。ハイエンドの伸びもいいですね。なんですけれども、こうちょっと単語が難しいんですけども、少し大人な感じの音になるというかですね、余裕のある感じの音になりました。12AU7 の方がですね、もうなんて言うんでしょうね、ちびっこ弦が元気いっぱいみたいな感じでですね、よりこうはつらつとしたサウンドでございました。これはまあ聞かれる方の感じ方によっても違ってくると思いますけれども、お手軽にね、ちょっと音色の違うアンプを楽しむことができますので、聞く音楽に合わせて、こういうふうなものを差し替えて楽しんでみるというのも一つ面白いんじゃないかなというふうに思います。そして、今回もですね、今まで何も言わなかったんですけれども、塗装の段階で上部の蓋の部分にだけ色を塗りました。相変わらず横の部分ですね、側面の部分はアルミがむき出しの状態ですと。で、ここがですね、アルミむき出しのままですとちょっとそっけないですので、おまけの第2弾として、サイドパネル、木製のサイドパネルを作って取り付けてみましたので、その様子ご覧ください。はい、ここにですね、押し入れ、というか物置の中に、貼った、いつ何に使ったのかちょっと記憶にないですけれども、バルサの板の端材がありました。そしてですね、こちらは以前、長谷博オーディオさんのですね、バックロードホーンのキットを買って、その表面に、月板を貼った時の、あまりのアメリカンチェリーの月板ですね。これら、まあ、ちょっと冷蔵庫の残り物じゃないですけれども、家の中にあるこういった端材とかを使ってですね、サイドパネルを作っていきたいと思います。まずはですね、この板を、そのサイドパネルの大きさに切って、この月板を接着剤で貼ってというところで進めていきたいと思います。はい、バルサの端材と、月板の余ったものを、所毛のサイズにカットしました。この後ですね、接着剤を使って、またアイロンを使って、月板をこのバルサの、板に、貼り付けていきたいと思います。はい、バルサの板に月板を貼る作業が完了しました。中身はバルサの板なんですけれども、どうでしょう、外から見るとまあまあ風合いのある木の雰囲気になったんじゃないかなと思います。で、この後ニスを塗っていくんですけれども、別のシリーズでですね、ニスを塗るのにも大変苦労しましたので、今回ですね、この月板が劣化しない程度に、保護する意味でですね、軽くニスを塗って、仕上げていきたいと思います。はい、サイドパネルに、薄くニスを塗ってケースに、貼り付けました。いかがでしょうかね。まあ、そこそこ雰囲気出てるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ということで、今回12AU7 というですね、双三極管を使って、小型低出力のアンプを作るという試みを行いました。なかなかですね、本当にケースが小さくて、そこの中に収めていくのが大変だったんですけれども、まあ、音は素晴らしいものになっていますし、それから12BH7 ですね、別の真空管に差し替えて遊ぶ
みたいなこともできますし、まあ、非常に、充実した、自作オーディオの時間だったんじゃないかなというふうに思います。ではまたですね、いろいろなものをこれからも作っていきたいと思います。